2028ロス五輪、日本選手団旗手、大谷翔平。リアルに 60% くらいあるよな。野球あったっけ？野球ないから仕組みやろ。野球とソフトは限定復帰や。大谷が出るんだったら 100% 大谷やろ。日本国民誰もが納得や。シーズン中やぞ、出れるわけないやんわら。そういう役職はやらんやろ。負担しかないわ。大谷が出たいって言ってるんやで。野球を世界に広めるためにも大谷出すべきやろ。ロスなら野球復活ワンチャンあるんか？ロスならメジャー止める可能性あるんやろ。大谷やハーパーらスーパースターが出場を直訴してる。もう復活は決まってるで。東京五輪の野球はメジャー組は一人も参加せんやったよな。厳しいんちゃうかな。選手呼ぶならシーズン中断する必要あるし、大谷が旗手やれば報道時間増えるし話題になるよ。開会式の満足度も上がる。五輪参加したことない現役選手が旗手したことあるん？本人が断るやろ。それをやるのが大谷よ。大谷に過去の事例なんて関係ない。大谷が歴史を作る。ロスでやるなら野球あるやろ。東京五輪でも野球は開会式参加してへんかったやろ。本人はすでに出るって言ってる。あとは MLB が日程どうするかだけ。オリンピックの決勝でジャッジと決着や。クソ盛り上がるやろ。このチャンネルでは南西でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。